世の中のね、ほとんどの人はね、この丸い地球が本物というふうにね、思ってるでしょうけどもね、えー、違いますね。これ全部あの、丸い形の地球っていうのはね、えー CG とかね、アニメーションで作られたものですね。本物っていうのはね、こういうふうに一つもありません。すべてね。えー、年数ね、見たらわかりますけど、全部違います。色も違うしね。えー、大陸の大きさも違います。ね、すべて。丸19っていうのはね、偽物です。ね。 このアメリカ大陸なんか見てください。これね。もう全然違いますでしょこれね。こっちと比べて2012年と2013年ね。ね。宇宙から撮ったとされる映像もね。すべて違います。でね、こういうのは、本当の星はね、こういう感じです。ね。こういう感じで、えー、光ってますね。うん ね、こう、アップしたときなんか、雲の形がね、フォトショップで、デュアリティになってますね。相対になってます。二つ、二つ、二つですね。これね。これフリーメイソンでですね、デュアリティ好きですから、彼らはね。フォトショップです。ね。 ね反対から見ると、SEXX なってね、雲が、雲の形がなってます。こういうのもね、わざとやってますね。アポロも嘘でしたね。これね、ロバート・シモンかな。この人が言ってますね。全部書い,書いてましたっていうふうにね。フォトショップとかね、CGI ですよね。 NASA が言ってるわけですから。これにもね、丸一球にしたいわけがありますね。なぜ丸一球にしたいのかっていうね、わけがあります。で実際は、えー、っと、 ねいくら、あの、高度上が、あの、高いところ上がってもね、えー、これいううにまっすぐです。地平線はね。海も水平線もまっすぐ。ね、地平線もまっすぐ。 いつかね、またフラットアースをね、やらないといけないですね。まあ、検索していただければね、たくさんあります。フラットアースね。こういうなんかもね、全部もアニメーションですよね。CG とかね。ありえません、こういうのね。 すぐわかりますでしょこの雲が全然ないでしょね。雲が全くありません。こういうのね。ありえません。こういう画像ね。えー、ナスなんかがね、えー、我々に見せるやつ。あの、見せる映像。これ全部すべて嘘です。えー、実際はね、こういう、えー、スペースバロンですね。30キロぐらいまで上上がりますけども、これで見た映像がね、 え、本物ですね。えー、まあ、少しワイドレンズを使ったりしてるんでね、少しカーブしますけどもね。え、だいたい平らですね。ま、えー、っすぐです。まあ、こういうのは魚眼レンズ、ワイドレンズ使ってるので少し曲がって見えますけどもね。なるだけそのワイドレンズが、えー、曲がりが少ないやつを使うとですね、ま、えー、っすぐになります。 曲がってるのはほとんど、えー、ワイドレンズ使ってますから。とか、あの、こういうのなんかも特にもう、魚眼レンズですね。フィッシュアイレンズを使ってますね。これはフィッシュアイですね。とか、加工したやつですね。こういうのが本物ですね。どちらかといえばね。えー、聖書はね、聖書の、あ 地球。まあ、俗に地球と言われるものはこういう感じですね。アース。アースというのはこういう感じですね。上にドームがありますね。ここにドームがあります。ね、こういうのも、ウユニ、ウユニですかね。南米の方の。これがね。えー 対正に反射しますね。綺麗に対正に、えー、湖面にね、空が反射してますけどね。えー、これっていうのはね、えー、丸かったら、もし地球っていう風に丸かったらですね、こういう映像は撮れないんですね。 それからね、この菊の五門、天皇家のシンボル、ねえー。菊の五門ですけどね。これも、えー、全部この枠をね、数えてみてください。真ん中も合わせて。えー、合計するとね、えー、これも33になります。ね、全部数えてみてくださいね。これねえー、フリーメイソンリのね、33が出てきます。菊の五門ね。 えー、新天皇のね、えー、即位、えー。来年ですかね。えー、来年が、えー、2019年ですか、えーえー、いつでしたかね ?5 月1日ですかね。5月1日の、えー、即位ですけども、新天皇ね。えー、これもね、イルミナーティーのね、イルミナーティーかなの、 あ設立。この人、同じ日ですね。設立日、イルミナーティン。密結社。ね。フリーメイソンにですね。ね。設立は5月1日ですね。こういうのもね、関係してます。ね。日本とは全く関係ないですからね。5月1日とかね。えー、そういう日にね、即位するわけですから。ね。 霧の全然関係ないところでね、えー、新天皇が、えー、5月1日にね、えー、即位します。これね、もうほんとイルミナティですよね。まんまですよね。誰もこういうことは言いませんよね。繋がってます。こういうふうにね、数字で、えー。数え上げればね、もう霧がありませんけどもね。 え、このミッキーマウスですね。皆さんの大好きなミッキーマウス。これもね、え、MM ですね。耳の形とかね。え、この、何ですかこの、紙なんですかこれね。この形は MM になってます。それでね、え、ミッキーマウスね。これも MM ですよね。これ横にするとね、え、33になります。で、この、 ウォルト・ディズニーですね。<laughs> ウォルト・ディズニーっていうのはね、えー、これもカルディアンで33数比になりますね。至る所にね、この33っていうのがね、えー、ハンキリストのフリーメイソンリ、えー、この悪魔数拝のね、MM とかね、えー、EE とか、WW とかね、MM とか、えー、WW か、あ、言ったか。えー、そういうふうにね、 横にしたりね、ひっくり返したりするとね、えー、反転させると、えー、33になる数字、えー。これがね、よく出てきますね。これはフリーメイソンリーの33を意味していますね。 えー、この前もね、えー、お伝えしましたけどもね、えー、オームの事件、ね、オームの事件ね、これも、えー、この、イングランドロッジのね、設立日に、えー、関係しています、えー。6月24日、それからね、えー、オームの死刑出向の、ね、日付、えー、7月6日、ね、これを差し引きすると、ね、13っていうのが出る。 たくさん13がね、マーキングされてました。ね、死刑囚にしろ、えー、被害者の数にしろね、えーまあ、日付ですね。7月6日、13足して、えー、他にもたくさんね、えー、13がマーキングされてましたけど、やはりこれもね、えー、イングランドロッジとね、えー、グランドロッジ、えー、これの設立日にね、えー、関係しています。 えー、ちなみにですね、これ2018年の、えー、6月9日ですね、東海道新幹線の、えー、殺傷事件ですね、通り魔事件。ね、これオリンピック対策のね、えー、やらせのテロですね、やらせの通り魔事件殺傷あの、殺傷事件、死、え、殺、ー、事件ですけども刃物を持ったね。えー、これもね、えー、オリンピックに 関係しています。ね。オリンピック2020年の7月24日ですね。えー、これからですね。えー、この東海道新幹線のね、事件、えー、発生日6月9日、ね。えー、これを差し引きします。するとね、どういう数字が出てくるか。ね。するとね、結果、ね。 777日なんですね。これ7 7 7 7 7 7ンなんですね。ね、777の意味はね、えー、どういう意味があるのか。ね、オカルトの意味もありますけどもね、えー、もう一つ意味があります。えー、もう一つの意味はね、えー、これですね。これフリーメイソンリーのね、シンボルですけども、シンボルマークですけどもね。 えー、オードアブカオって書いてます。オードアブカオ、ね、これ英語で言うとね、オールア u t オスですね、えー。これどういう意味か。ね、オール・ア t of c h、ね、これ混乱からの秩序という意味ですね。えー、自分たちで自作自演で、えー 事件とかね、えー、そういうものを起こしておいて、それで新しい新秩序、ね、そういうのを作り出すわけですね。自作自演ということなんですよね。まあこれがね、フリーメイソンリーの、えー、なんていうんですか、基本理念というか、えー、行動指針というかね、えー、モットーですね、えー。彼らは自作自演で、えー、自分たちのアジェンダを、アジェンダをね、 えー、遂行するために、えー、自作自演で事件を起こして、えー、それで、えー、その後の新秩序を、えー、作ろうとするわけですね。これがね、オー,オードアーブカオっていうんですかね、ラテン語ですね。で、ね、オーダーアブイオスですね。これ、ジマトリア。ね。ジマトリア、ゲマトリアとかも言いますけどね。 えー、それで調べるとね、どういう数字が出てくるか、ね。ちょっと見てみましょう。えー、ジマトリアのね、えー、計算機で、えー、ちょっとね、打ち込みました。ね。a アロケオスね。これ打ち込んで、数字を見てみます。とね。えー、こちらちょっと切れてますけどもね。えー、11週ジマトリア。 ね、これで777っていうのが出てきますね。えー、イグリシュジマトリアとか、シンプルジマトリアとかありますけどもね、このジュイシュジマトリア、これでね、777が出てきます。ね。まあ、彼らにとってはね、この777っていうのはね、えー、重要な数字です。え、ね、666も、トリプル6もそうですけどね、トリプル7もね、えー 重要ですね。結構この数字は使われています。例えばこのね、えー、アレイスター・クローリーですね。アレイスター・クローリーって書いてますね。これの777の書ですね,ね。カバラですね、これもね。えー あこれもそうですね、えー。マレーシア航空機かなこれ。違うかなマレーシア航空機370便っていうのがありましたね。えー、墜落事故か何か、あそういう、えー、事件がありましたけど。あれもね、37になりますから、370でね。えー、37でね、777っていう数字が出てきます。 えー、このね、トライデントのシンボルもね、これもオカルトです。そして、えー、赤と青ですね。これ合わせると紫ですね。えー、ロイヤルティですね。王権のとかね、えー。王族のとかね。そういう意味があります。合わせると紫になります。この A なんかもね、これ、マレーシアのこの A が3つあってね、これ、666になったりね。 えー、370便は777でしたけどもね。こういうのも全部ね、やらせです。えー、2005年にあったね、えー。2005年の7月7日ですね。えー、777ですね。2005が7になりますから。な、7の年、7の月、七 7, 7日目、7日。えー、これでね。 えー、事件がありましたあ。連続爆破事件ですか。ね、あこれはね、えー52人、52人が死んで、52っていうのもこれ7になりますよね。そして、えー、770人が怪我をしたと。異常が怪我をしたと。ね、<laughs> こういうのもね、もう777になりますよね。 えー、日付も777。えー、怪我人も7777。ね、他にも多分7がいっぱい絡んでると思うんですけどもね。まあこれもやらせでしたね。えー、2016年のね、ニース。フランスのニースですね。ここであったトラックテロ事件。ね。これなんかもそうです。えー、2016年の7月14日ですね。 えー、これだけでもね、7、7、7になるんですけども、えー、これを合計すると、えー、2、1、6で9。9と7足せば16。16プラス1で17。17に4足せば21になりますね。これも、えー、どちらも、えー、3、7、えー、まあまあ、これ合計でね、3、7、21ですよね。7、7、7になります。そして、 まあ月とこの日にちだけでもね、えン、ー、777になりますよね。これも、やらせ事件でした。マネキン使われてたりね、えー、トラックがね、<laughs> この壊れ方がおかしかったり、えー、いろいろありました。ねこれも、やらせ事件、777のやらせ事件ですね。 実験もそうなんですけどもね。この人、ね。トランドナルド・トランプ。ね。この人も有名な話ですけども。2017年に、2017年にね、大統領に就任しましたけども。その就任した日、ね。この日っていうのはね。あの、トランプが生まれてから70歳と7ヶ月。 7日後、っていうことなんですよね。えー、これもね、777が、えー、絡んでます。ね、えー、日本で言えばね、えー、最近ありました。えー、これ2018年ね、5月14日、えー、合計数がね、21の、えー、これ、えトリプル7ですね。 えー、被害者が7歳。大元大物玉木。えー、発生が7日ですね。えー、で、7日後のこの5月14日に逮捕ということでね。そして、えー、空白の7時間ね。逃げてた。えー、死体を遺棄する時間ね。えー、その、引いてから空白の7時間がありました。そしてね、えー、七輪で自殺。 自殺しようとしていた。この七輪っていうのも七ですよね。まあ、大桃とかね、いろいろ。七七とかね、MM ね。つまり三十三ですね。これがよく絡んでました。ね。この練炭と七輪、七ですから。ね。逮捕、逮捕が5月14日。ね。777。 ね。このセセブンセブンとかね。事件は7日に発生しました。ね。大桃玉木屋7歳。ね。7日後逮捕。ね。任意同行。14日の7時頃ですから。これも77 7と7で。トリプルセブンね。で、レブンの監視カメラとかね。うん。死後硬直の確認なんかもね、えー。そういう時間でした。 これ、オーダーとケイオスですね。これ、777になります。かなりね、ちょっと話が脱線していきましたけどもね。この相模原。 えー、大量殺傷事件ですね。えー、ここでもね、777、えー、77ね、トリプル7はね、マーキングされてました。ね、救急車、えー。これをね、えー、取ってますけども。まあ他のナンバーのやつは取らなくてね、この777をついたやつをね、えー、取ってます。ちょっと見てみましょう。 ね、こういうふうにマーキングしてるわけです、ね。他にもたくさん救急車いるんですけどね。わざと、こういうふうにね、えー、ナンバーを。これなんか別の車なんですけどね。こういうのあの、アップして取らないわけです。777のね、 ナンバーの時だけね、正面から取るわけですね。ね、こういうのも、えー、事件はね、やらせですよっていうのをね、えー、こういうところでマーキングして、えー、世界中の人たちにね、えー、見せてるわけですね。この777が出たらやらせっていう、 え、ことを知ってる人たちはね、たくさんいます。えー、普通の人は知りませんけどもね、えー、このコードの意味、知ってる人たちはね、あ、なんだ、やらせか、ということでね、えー、わかるわけです。 eight staff were on duty at the time at the center which houses 149 permanent residents with a wide range of disabilities the incident has been called Japan's worst post-war mass killing Look at this, in えー、見せようとします。他のやつはどうでもいいんです。この777が取れればいいんです。彼らはね。えー、それからね、えー、これは BBC ですね。BBC のね、このニュースもね、たくさん、あの、オカルトがね、 えー、オカルトのシンボルがね、えー、マーキングされてます。えー、これをね、ちょっと、えー、見ていきたいと思います。えー、この BBC のね、えー、動画ですけどもね、まずこの動画の長さ、ね、2分10秒ですね。これは21がマーキングされてます。ね、21っていうのはね、えー、3、7。 ですね、こういうのでもねええトリプルセブン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 がねえー、マーキングされてるわけですちょっとね見ていきましょうかねよいしょこれでいいかなねこれも オカルトのシンボルです。これは、歩行者、横断歩道のマークですとかね、この、えー、ひし形ね。えー、これ三菱もそうですけどもね。えー、ダイヤモンドですね、これね。ダイヤマークになります。ね。えー、ダイヤマーク、ダイヤモンドですね。 えー、三菱なんかっていうのはね、3ダイヤなんてよく言われますけどもね、三菱の、えー、シンボルマークね、えー。ダイヤモンド。これね、数比に換算すると33数比になります、ね。それでね、よく、あの、ハンドサインなんかもダイヤモンド使ってますけどもね、トランプとかメルケルとか使ってますけども、あれっていうのはね、このダイヤモンドの意味なんですね。 えー、そして、33数比になるので、えー、彼らをね、よく使います。ダイヤモンドですね。ダイヤモンド。これはピタゴラス数比で、33になります、ね。33っていうのはね、何回も言いますけども、フリーメイソンリーの最高回の数ですね。スコティッシュライトの最高回です。 えこういう風にね、よーくやってます。もうね、しょっちゅうです、これはね。テレビ映るたびにこれを、ここれをね、やってますよ、ハンドサインをね。それともう一つね、コロナサインっていうんですか、この666もやってます。しょっちゅうもうこればっかりやってます、ね。 ねメルケルなんてもっとひどいですよね。ねすごいです。前職で <laughs>、ハンドサインね、やってます、この。ヒトラーもやってました、ねメルケルはひどいです、本当ね。 ダイヤモンドハンドサインですね。ね。三菱モータースって書いてます。ね。三菱自動車ですかね。これもね。MM になりますね、えー。三菱マテリアルスとかね。そういうのも MM ですね。33になります。えー、横から読めばね。そして3ダイヤですから。 えー、33数比でしたよね。33、33、33になりますから、えー。33っていうのはね、足せば6にもなりますね。なのでね、6、6、6になります。これもね。ね、これ、反転させたやつをね、組み合わせるとこういうマークになりますね。 えー、どこかでね、見かけたことないですかこのマークね、えー。一般の人がね、見てもね、えー、あの、意味はわかりませんけどもね、えー、このシンボルの意味を知ってる人にとってはね、えー、重要な、えー、マーキングになるわけですね。重要な演出ですよね、これね。えー、ダイヤモンドをマーキングしてます。 Carrying a bag of knives.This m o、ね、r この、ねありえません。ねあの、一部始終をね、ええー、このカメラに撮られてるわけです。ねそれもダイヤモンドのマークされてるところでね。えー、他にたくさんね、止める場所はあるわけです。なのにね、なぜかこの防犯カメラ、監視カメラの前でね、 えー、車を止めて、えー、闇ゆる園にね、えー、差し押しに行くわけです。ね。これもフォーカスしてます。このね、オレンジ、ね。オレンジのテントをね、えー、救急のテントをね、えー、に焦点を当ててます。 ね。何やってんのかなそ相談してますけどもね。何やってんでしょうね、これね。エンジン組んで。この、光景ね。オウムでも一緒でした。えー、地下鉄サリン事件ですね、えー。象徴的にこのオレンジをね、撮、えー、ってました。空撮でしたかね、あれはね、えー。このオレンジっていうのはね、また意味があります。こちらも、 数比で言えばね、33になります。えー、オレンジっていうのはね、えー、色の中で唯一33数比になりますね。それでね、えー、彼らはよく使ってるわけです。えー、フリーメイソンリーのス,スコティッシュライトの最高階は33ですからね。 えね、地下鉄サリン事件でね、画像でね、えー、ググってみてくださいね。たくさんオレンジがね、えー、マーキングされてます。え、ね、こういう防護服なんかをでもね、もうオレンジでしょね、偶然じゃないんですよね。これわざとやってんです、こういうふうにね。他の色でもいいわけです。ね しかしなぜかね、レスキュー隊なんかもオレンジですしね。目立つ色ということなんでしょうけどもね。こういう色を使ってます。そうですね。やっぱり同じ風に。ね、オレンジ、象徴的に取られてます。やらせ事件ではね、必ずオレンジが登場します。 ね、オレンジのカラー、シンボルカラーをね。フリーメイソンリーのシンボルカラーを使います。ね。注意しておくとよくわかります。やらせで絶対使われます。この色が。はい、はい、はいはい。 ね、このブルーシート。絶対出てきます。ね。えー、もうやらせ事件には欠かせません。このブルーシートはね。すべてを隠します。このブルーシートでね。えー、こういうのもね、コントラストもあれですね。赤と青。ね。赤と青。合わせれば紫になります。ね。The oldest of those killed was aged 70. The youngest just ね、このナンバーとかも見てください、この霊柩車のね。もうちょっとこっちから見える。2556。合計してみてください、これ。ね、えー、いくつになりますか、これ。7、12、1 2に6足すと、18になります。ね、こういうのでも、 eh, six, 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 なります。サブロク、十八です。ね。youngest, just nineteen. shortly afterwards, a former employee at the care home, 26 year old Satoshi Uematsu, seen here in a Facebook photo, claimed he was responsible. 今の顔なんていうのも、こういうのもちょっとね。えぇ、ー、ちょっとおかしなあ人間。 のようにね、演出してるわけですね。演技してるわけです。こういうね、そういう写真をわざとまた見せるわけですね。ちょっとちょっと狂ってるような感じのイメージをね、えー、植え付けるわけですね。役者ですからこの人はね、上松茂さんたっていうのはね。This wasn't an impulsive crime where the suspect just blew up and grabbed a knife. He went to the dead of night, opened one door at a time, and stabbed sleeping people one at a time. It took less than an hour. Again, this footage is said to match the timings, and shortly afterwards, the alleged killer handed, <laughs> 46人でしたかね。だいたいそれぐらいの数の人間をね、えー殺えー、19人殺して、えー、残りをね、えー、負傷させたとかね、えー、時間的に無理です、ね。時間的に無理です。敷地も広いですし、1階から2階ね、えー、うろうろしてるわけです。そして鍵も開けてるわけです。そしてね、ガードマンなんかもね、えー、縛る時間があるわけですで。鍵を開ける時間もあるわけです。 50分間でね、えー、そういう、えー、ことをね、えー、できるわけがありません。これもアリバイ作りですよね。今見ましたかね。これはもう決定的ですね。決定的です。この手を見ててください。 ね、見ました。ほら、ね。このハンドサイン。さっきお見せしましたよね。トランプとか、えー、メルケルとかね。ヒトラーもやってましたね。えー、これ、イルミナティのダイヤモンドハンドサインですよね。これを見ただけでね、もうやらせっていうのはね、一発でわかります。 expresses disturbing view that disabled people unable to live independent lives should be killed and in february this year his employment here came to an end after he wrote to the national parliament the letter pictures of which have been broadcast today was enough to prompt the authorities to act and you. 上に22、022っていうのがね、マーキングされてます。そして、ここの下のナンバー、167。これ合計すると14ですよね。14にここの800の8をプラスすると、22になります。ね。こういうのも、アボプソービローですかね、えー。上と下が対象になってるわけですね。これ。 よくフリーメイソンリーがやってます。上下対称のことをね。ね、これでも、えー、なん、なんともない風景ですけどもね。なんでもないような風景です。しかしね、意味があります。紫色を着てます、この人ね。ええー、紫色はね、赤と青を足した、あの、ロイヤルティーですね。 He was released, returning to live in this house a short distance from the care home. When I walked there, the staff and tenants were like friends. I just can't imagine this happening. Amid the grief, the debate is already turning to whether more could have been done to prevent it. ジョン・サッドウォーフ BBC ニュース in Sagami Hara near Tokyo えー、ちょっとね、もう一回見てみますね。もう、霊きゅう車がね、出ていく場面。ね。ここにオレンジを着てますでしょ。ね。こういうのも、えー、 ちゃんと段取りしてるわけですね。オレンジを着て、えー、その人が映ってるわけです、えー。それからね、このパトカーをね、アップして映す意味があります。ね、白と黒の、えー、シンボリズム、ね。チェックボードシンボリズムね。えー、チェス盤のシンボリズムですね。白と黒です。そして、このポリースですね。ポリースの数比、えー、いくつになるか、ね。見てみましょう。 えー、プリースというのはね、三十三数日です。ね、なのでね、えー、フリーメイソンリー組織ということなんですね。えー、途中からね、えー、ちょっと脱線してしまいましたけどもね。ねこの26日というところからね、えー、かなり脱線して、えー、別の話をしてしまいましたけどもね。 まあこの後の記事もね、えー、全部同じですね、えー、前提がね、えー、やらせ事件なのでね、えー、記事を読んでもね意味がありませんねえー、こういう風にね、まあ、実際あった事件のようにしてね、えー、マトリックスを作っていきますね、えー、こういう事件はね猟奇的な事件、えー、ね 不可解な事件、えー、未解決事件とかねほとんど作りですからね、えー、これ自分たちがね、えー、作った事件っていうのはね、えー、いかようにもねコントロールすることができますね、えー、本当の事件はなかなかねこういうふうにね、えー、特集することはできませんね、えー、自分たちで作った事件というのはね えー、どうにでもなります。ね、ということでね、えー、終わりたいと思います。ねえー、また何かあったらね、えー、動画作っていきたいと思います。えー、ちょっと長々となりましたけどもね、えー、ご視聴ありがとうございました。ではまた。